松尾です。よろしくお願いします。一チームで1年間頑張るぞっていうことを約束していただけますか？人間の認識の曖昧さみたいなものを書きたかったのかなとは思いますね。それ言ったら、それ言ったら試合終了ですよ。この間大丈夫な人ですけど。無理しなくていい。むせてこそ麻婆だ。むせなくて何が麻婆か。声を、音をどうするかということももちろん大切だけど、その前にその役をどうするかっていうことの方を考えて、声はとか音の高さ、むしろ演出家が言ってくれることの方が多かったり、それで逆にまた役のこと気づいたりするから、まあ、そのいろんな悲しみを経て経て経てのなんか乾いた悲しみというか、日本っていうのが同じ言い方になった方が落ちるかなっていう。声ってなんで出てるのかなっていうと、息の上に声が乗ってるんだよ。こことここがでやった時のお腹のアウトの状態に慣れてるかをキープしてみる。肋骨開く。5。あ、そう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 。上をあい、えをあいう、おあいう上までやれたらいいな。だから2人はいつもマウントの取り合いをしてるっていう。いやいやってこうやっていうことで、どんどんこうやって自分たちでアングルを変えてやることによって、あの客に顔が見えてて。上じゃないんだよ。そろそろ自分も若手を育てる側に回らないといけないのかなって、まあ自分の思ってきたこと感じてきたことを伝える相手っていうのが欲しいな、うん、この本を使ってあなたたちで何ができるかっていうことが僕は興味深いというかね。なんでそのおさむとこういうカップ一つのカプセルの中に入ってるような人生になっちゃったのかっていう流れを、俺の戯曲の中では言ってないから、そこをしっかり作っとけばいいんじゃないかなと思います。例えば一つのセリフを言いながら動いてって、まあ次のセリフに移るみたいな時に、その動きと言葉が連動してないというか、言葉だけがずっと連なってて、それになんか動きも追いついてない、なんか切れ目が。ちょっともう一回だけやらせて。劇的じゃないとちょっとたどり着けないかもね、ダンスっていう。いいよ。